ただいまより佐賀県信用代表事務所開設記念セレモニーを開催いたします。各位领导、各位来宾、各位朋友、感谢大家的光临。今天佐贺佐賀県と遼寧省は17年間の交流を積み重ねてまいりました。そしてそのことによって多くの積み重ねを生むことができています。それの一つがこの交流協定の締結であり、また信用に初めてとなる日本の自治体の事務所の開設につながったと考えております。先生の問候。まず私は遼寧省共産党委員会、遼寧省人民政府を代表して佐賀県信用事務所の設立に対してお祝いをするとともに、友人の皆さんに心からご挨拶をしたいと思います。佐賀県信用代表事務所では当面、次の4点に、重点的に取り組んでまいります。特産品の中国輸出の拡大を目指します。扩大有田瓷器等佐賀县产品出口中国。遼寧省から佐賀県へ、教育旅行を誘致いたします。招来从辽宁省到佐贺县的教育旅游团。佐賀県と遼寧省両地域の民間交流の促進に努めてまいります。努力促进佐贺。